ごきげんよう。ごきげんよう。ショータイム。はい。N ユージンヤです。T 隊長です。隊長でございます。はい。俺はどっちなんだ、自分が思う方が正解では、その自分が思う方がわからないって話ですよね。それを言うのがこの本じゃないのかいっていう教えてくれよって感じですよね。はい、そうなんです。でただ自分ではどっちか分かんなくなってる。そうで、ただ16タイプではないんですが、うんうん、MBTI の認定のコーチのツイッターを見ると、はい、誰も断言はしないです、うんうんうん、みたいなのを読んでですね、自分がって話ですよね。そう、この人のタイプが、うん、認定さんのところに行っても、うん、まあ多分強いとか言われるんでしょうね。テストではこうなりましたよ、うんうん、で多分あとは所感が入るんでしょうね。そう、おそらく、うん、僕はこう思います。判断するための材料みたいのをこう提供してくる感じじゃないですか、ね、ただ決めるのはあなたですみたいなことなんですかね、はい、うん、だとすると、うん、決めてくれよ、もうどっちなん、どっちなんだいはやりたいんですけどね、うん、やってほしいんですけどね。はいはいはい、ね、僕も多分そうやって言われると悩むタイプです。あんたはこれって言われたら、あ、そうかもしれないって。そう、なんか僕はねエニアグラムで反発するかもしれないけど、はい、あ、体調はそうですよね。僕はだからエニアグラムで一番初めにタイプ6って言われて、うんうん、やだなと思ったんですけど、うん、よく幸せだったんですよ。そこまではつかめたから、つかめたから、うん、6を追いかければいいんですねって、うん、まあですもんね、はい、うん、ただその3って言われたことで、うん、迷いが生じて、そう、あの、うん、水の中にね、うん、墨が一滴落とされるんですよ、ポチューンって、はい、そうするとねダークに、ダークになってくるんですよ、はいはい、でもまあおそらく、うん、そうなんですよ。多分何タイプかなんて分かんないんですよ。結局まあ自分がそうだって思えばそうって話ですよね。まあそう思えばそうって、この髪型の看護師さんが言うセリフですよね。うん、うん、そう思えばそうって、うん、はい、でもそれがタイプって言ってる気もしますけどね。あ、自分の思い込みみたいな、ね、なるほど、うん、そんなに違いはないじゃないですか。うん、もっち見る人によってタイプは変わりそうですね。めっちゃ内向の人は二等兵さんのことを見て外向だと思うし、めっちゃ外向の人は僕を見て内向だと思うかもしれない。それもあるかもしれないですよね。主観、全部主観じゃないですか。みんな主観ですよ。そうなんですよ、全部主観なんですよね。はい、うん、だから僕から見ると体調は、はい、僕より内向だと思ってたんですけど、はいはいはい、僕もそう思ってますよ。でもビッグファイブとかやったりすると、うん、真ん中なんですよね。そうで、あと、うん、楽観なのは明らかに体調なんですよ。そうなんですよ。だからこう、ここの項目は、まあ、内向だろうなと思うけど、はい、ここの項目は外向だろうなみたいな。そうなんですよね。僕全く、はい、ズーンって考えるのって、うんうん、多分僕のがズーンって考えてるんですよ、うん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 、おそらく、はい、本当わかんないですよね。そうなんですよね。だからあのビッグファイブの真ん中辺って言われるとスッキリするんですよ、はい、ああそうですね。そう、みんなまあプラマイ 1,2 ぐらいのところで、そうそうそう、まあ真ん中辺ですよって、0とプラス2か0のマイナス2ぐらいの、うんうんうん、って言われるとスッキリするんですよ。これを外向とか言われると、本当に外向かとか、内向って言われると内向かみたいな迷いが生じてくる。それは本当に思います、はい、ただまあ私はそのとはいえ、うん、カーシー博士が言うんですよ、君は行動してる君が君だと、実際の行動が君なんだって言われると、うんうん、僕は ESFJ になるんですね、うんうん、なんだかんだ君は悩んでるって言っても、その選択をして行動したんだろう、うん、だったらその行動が君だよって言われると、うん、僕は ESFJ になるんですね。心理機能じゃないですからね、カーシー博士は。なるほど、うん、何機能なんですか。まあ、心理機能って要はもともとどういうふうに考えてどういう行動をしてるかって、こっちの考えてる方を重視する。はい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 。けどカーシー博士はもう実際行動を重視する。まあ選んだわけですしね。選んだわけです。考えたとはいえ、まあ、考えたかどうかはもう関係ないんですよ。まあまあそうですね。うん、なるほどね、うん、みたいなのがカーシー博士ですよね、はい、でもあと4気質ですよね、カーシー博士といえば。そうですね、 SJ SP SP NT NF、 はい、はい、っていう考え方がまず4つの、うん、大きなのがあり、うんうん、っていうと、まあ、16タイプもどっちかというと、うん、そうですね、うん、ここにもあった五感、うん、直感、うん、思考情緒、うん、の1個がダッと伸びて、うん、次に、第2機能があるっていうこの組み合わせになると、でそれは MBTI 系ですよね、心理機能。なるほどね、はい、
NE とか、なるほどね、 TE とか、ああいう指揮の補助機能みたいな話じゃないですか。なるほど。カーシー博士はそんなのなくて、なくてとは言ってないけど、はい、まあ、そんな比重はすごく小さくて、はい、それよりも4機質だみたいな。なるほどなるほど、はい、じゃあ僕はここにカーシー博士を持ち込むのはちょっと違うかもしれないですね。あの混乱してくる元かもしれない。なるほど。だから SJ かといって、うん、僕も今ねこのタイプをやろうって出てくるじゃないですか、はい、もう無理ですよ、うん、で多分だからカーシー的にいくと、はい、SJ 機質か SP 機質かですよね。ああはいはい、はい、どっちですかみたいな話だと思って SJ ですよ。はい、SJ です僕は、はい、うん、あのねあれはありますよ、はい、あの酒の神バッカスに対する、はいはいはい、そっちだったらいいなは絶対にあります、うんうん、しウェブで16タイプのやつやると、はい、明らかにあのエンターテイナーになるんですよ、はいはいはい、明らかにっていうか間違いなく、うんうんうん、エンターテイナー診断すると診断するとエンターテイナーになり、うんうん、ソシオニクス、うん、でも SEE、うんうん、ニアイコール諸説あるが、はい、ニアイコール ESFP になるんですね、はい、でも僕は SJ ですよ。で多分そこで、ねはい、カーシーを持ってくるから SJ になってるって話ですよねきっと。ああ、うん、なるほどね。この機質 SJ 機質っていう部分。なるほどね、はい、だと僕は ESFP で考えた方がいいのかな。だからどっちかだと思う。だから MBTI 的な考え方をすると、はい、SE ですよね。 ESFP って主機能が SE、 SE、 はいはい、 SE で補助機能が FI とかになりますね、はい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 、だと思うんで、はい、自分がどう感じるかっていうのとなんかこう行動ですよね SE って。そうですね、うん、あとソシオニクスの説明を読むとすっごいしっくりきます、うん、はいはい、はい、うんうんうん、あだとだからじゃあ、OK、多分考え方がそもそも違うもの同士なんで。なるほど、はい、じゃあ僕は ESFP ですね。はい、そっちでやるとカーシーでいくと SJ で残念ながらねすっごい伝統主義者なんですよ。はい、はい、うん、だから多分物が違うんですよ。ミキティなんですよ。はい、はい、でもじゃあ、うん、混乱をきたすといけないので、うん、やはりこの本、はい、あなたの天職が分かる16の性格、はい、これあの前我々の動画でも、うん、あの16の性格でちょろっとやってるんですね、うんうんうん、その時と同じ作者なんですよ、はいはい、ポール・ディティガーさんとバーバラ・バロンさん、うんうん、なのでまあじゃあ ESFP で